はい、万次郎です。外はね、ものすごい寒いですよね。今日も少し外出ましたけどね、まあとてもじゃないけどね、手が冷たくなってね、カメラをね、まあ握るっていうことがね、なかなか辛いですよね。まあ被写体もね、あまりないですしね。今日のね、オールドレンザントークはね、少しライカに関することをね、やってみようと思っています。題名としてはね、世界で初めての引き伸ばしレンズって知ってるっていう感じなんですよね。まあまあね、面白い話になると思います。それでね、まあライカについてね、少し復習をしておきたいと思うんですけども、まあウキペディアのね引用から、まああのライカっていうのはね、オスカー・バルナックっていう、まあ、設計者がね、作るんですけども、まあ、ウル・ライカっていうね、1914年に、まあ、試作機をね出すんですよね。1914年っていうとね、まあ、日本じゃ大正3年なんですけども、第一次世界大戦がね勃発する年なんですよね。まあ、大変な年にね、そのライカっていうのは産声を上げるんですけども、1925年にね、やっとライカ1っていうね、まあ、通称言われるバルナックライカっていうものが生まれます。それから1930年にね、レンズ交換が可能な C 型っていうのが開発されてね、1931年に全てのカメラのフランジバックが統一され、エルマー 3.5 センチ、F3.5 ですか。エルマー5センチ、F3.5、エルマー9センチ、F4、エルマー 13.5 センチ、F4.5、まあ、そして、ヘクトールの5センチ、F2.5 っていうね、基本的なレンズがね、揃うわけです。まあ、その時期にね、ライカっていうのは生まれるんですけども、まあ、写真界においてはね、まあ、革命的なことが起こるんですよね。それは 35mm 版のフィルムをね、ロールフィルムを使うということなんですね。これはもともと映画のフィルムをね、まあ、横にして使うということなんだと思うんですけども、まあ、非常にね、まあ、手軽に、まあ、写真というものがね、世の中に普及しだすということにつながったわけですね。まあただね、ライカ以前はね、看板っていう、まあ、フィルムっていうか板みたいなものにね密着させてね、印画紙をこう焼くんですけども、35mm のフィルムなんてちっちゃいですからね、密着したらね何が写ってるかわかんないんですよね。それで同時にね、まあそのバルナックライカを発売すると同時に、まあ引き伸ばし機をね、このライカは作るんですよね。その時に、まあ作られた引き伸ばしレンズっていうのがね、今回手に入りましたのでね、それをご紹介しようかなと思っています。ここにあるのがね、この間紹介した、まあ、沈動式のね、まあ、ライカで言うとエルマーね、模したものですね。これはインダスターですけどね。まあ、このレンズね、なかなかいいんですけども、まあ、使いにくいんですよね。こう絞りがね、この一番先端についてるもんですからね、これをこう回しながら、ファインダーを覗くというのはなかなか難しいですよね。ですから、まあ、沈動式のレンズはね、もういいかなと。ただまあ、なんかこの頃でね、いいレンズないかなと思って探していたらね、ここにね、ありますね。引き伸ばしレンズに当たったんですよね。それがね、この、ボロブ、ね、5センチ F3.5 っていうレンズなんですよね。
こういう、ね、ちゃんとしたね、あのキャップもついてるんですよね。で、まあ共同はね、全部真鍮製ですね。非常に綺麗です、ね、このレンズ時代はね、1931年から1938年まで作られてるんですけども、私の持ってるやつはね、まあ、30万台の、まあ、番号が入ってるもので、1936年頃ね作られたものらしいです。でも戦前でね、もうね80年以上経ってるんですよね。その割にはすごく綺麗なんですよね。まあこれをね、チョイスする上でね、いろんな、まあ、あの機種を見たんですけども、なかなか綺麗なもの残ってなくてね、まあこれはもう本当になんか本当にすごく綺麗だったもんですかね。ちょっと高かったんですけども、これにしたんですよね。まあそれでもね1万円しないんですよね。素晴らしい、安いですね。それでこのボルグっていうね、引き伸ばしレンズは、まあ、6年間作られるんですけども、まあ、最初のうちはこのようにね、真鍮製だったらしいですね。でその後、まあ、ブラックペイントをね、施した黒いバージョンがね出てくるんですけども、下半分黒とね真っ黒のやつもできてくるんですよね。でまあこのレンズのね、まあ、大体、相場っていうのは、まあ、90ユーロから290ユーロっていう、ね、まあ、そんな資料がありますね。ユーロってどのぐらいだったら140円ぐらいだったですかね。まあまあ、あのいいものは結構あの高いみたいですけどね。私はちょっとラッキーだったですね。この引き伸ばしレンズがね、このマウントネジね、これが L39 というね、まあマウントで統一されてるのにはね、まあ、これが理由なんですよね。初めてあの引き伸ばし機を作ったのがねライカだったんですからね、ライカの L39 というのがね、使われるようになったということです。でこのレンズね、面白くてね、通常ここに F 値をね、絞りはついてるもんですから F 値を変えられるんですけども、これはね F 値ではなくてね1234610っていうね、書いてあります。ね、ちょっとこう光ってよく見えないと思いますけども、まあまあ、あの最初にできたレンズですからね、まあ、その辺はね非常に実用さえすればいいという、ことだったんだと思いますね。非常にあの趣があります。それでねこのレンズをね取り付けてみたいと思うんですけども、このレンズ面白いことにね、これが私が使っているね、L39 のヘリコイド付きマウントアダプターなんですよね。このようにね、通常のね、L39 のマウントアダプターにねつけて、ぴったり、まあ、ぴったりじゃないですけどね、少しオーバーイーフですけども、まあ、無限のところにつくわけですよね。ですから、まあ、ヘリコイド付きのね、マウントアダプターを持っておられる方ならね、すぐにこのレンズはね使えるようになるんですよね。まあ、あの普通のね、L39 のマウントアダプターだとね、まあ、無限しか取れないですよね。でそこを伸びるね、
ヘリコイドがついてれば、近接も取れるということになります。それじゃあね、少しこれで撮った絵をね、見ていきましょう。これはあの花屋をね、店先を撮ったものですけども、まあ看板がね、赤い看板がすごく鮮やかですよね。まあこれが目についてね、撮ってみたんですけども、なかなかね、線が細くてね、私好みのね、写りをします。で、まあこの看板をね、等倍にするとね、どんな風になるかというと、まあこんな感じですよね。なかなかいい赤ですよね。これはね、スミレの花をね、撮ったものです。まあかなりね、接近して、花にピントを合わせて、あとはこうボケさしているんですけども、まあボケ具合はね、まあ多少こう、ガサガサとしますけどね。これはね、なんてことない、まあ、その寄せ植えをね、撮ったものです。後ろのね、まあ、家と、窓がね、非常に雰囲気がありましたのでね。まあ、これもね、少し、なんてことない写真なんですけども、まあ、等倍にするとね、こんな感じです。ね、ちゃんと写ってるんですよね。立派なレンズなんですよね。これはそのね、庭に入って、まあこれオープンカフェのところですけどね、誰もいないんですよね、寒くてね。これはちょっとね、方向を変えたものですね。もう少し絞り込んでもいいかなとね、ほぼこう全部開放で撮ってますので、ね、かなりボケてますよね。5cmF3.5 でもね、こんなボケた写真が撮れるんですよね。これマーガレットを後ろからね、撮ったものです。これもね、等倍にするとね、こんな感じなんですよね。結構写ってるでしょ。立派なレンズですよね。さすがライカと言いたいですよね。これはね、前私はライカのレンズはね、エルマの9センチね、F4 というのを持ってるんですけども、あれで赤い花を撮ったらね、ものすごいその赤がね、飽和してたんですよね。なんでだろうな、ライカのレンズって少し黄色みがかってるなっていう、そんな感じをするんですけども、まあ、今回のレンズはね、まあ、ノンコートなんですよね。全くコーティングがされてないものなんですよね。ですから、まあその赤がね、飽和するっていうこともないんですよね。非常に綺麗に写りました。まあバルナックライカがね、この35ミリ版の、まあ、カメラを作ってね、この写真界っていうのを変えていったんですけども、その裏にはね、当然引き伸ばし機の発明があってね、その第1号のレンズがね、この、バルブっていうね、まあ、レンズなんですよね。なかなかね、初めてね、作られた引き伸ばしレンズなんですけども、まあ、中身はね、エルマーなんですよね。本当にエルマーと同じかどうかはよくわかんないんですけども、まあ、エルマーなんですよね。まあ、この時期からね、これだけのね、綺麗な絵を出すレンズを作っていたんですから、やはりライカっていうメーカーはね、非常に品質にね、こだわったメーカーだなと、そう思いますよね。まあ、ライカについてはね、私はあまり詳しくないんですけども、ライカ好きってのはいっぱいいますからね。あまりそのライカのレンズにね、踏み出そうとは思っていませんけども、まあその引き伸ばし機レンズね、これが初めて作られたのはね、やはりライカだったというお話です。はい、この
話がね、良かったと思われる方はグッドマークを、まあ、そして登録の方ね、ぜひよろしくお願いします。万次郎でした。